やっと重なったか、映画と音楽。一度に5度ぐらい美味しいみたいな。みんなが驚く顔が見たいようなストーリーだなと思いました。助けたいです。僕も。彼女を守るぞ。はい！ハローワールド。全方位型の挑戦的な映画っていう印象を最初受けたので、なんかこれで20代前半の僕が全力で立ち向かってせてなんかいただけるってことがなんか嬉しかったなっていう感じですかね。本当に今までなんかこうありそうでなかったなっていうことですかね。まあ、本当にそれこそいろんなアーティストさんが一つの作品に集まって楽曲を出し合って、で色をつけていくっていうのもありそうでなかったなっていう、今までなかったっていうことはそれだけやっぱ難しいことでもあったんだろうし、それを今回ある種令和一発目といいますかね、ということで実験的なことも含めて挑戦しているっていうのは、これは新しい、なんだろう、爆発的なこの映画のヒットのさせ方の一筋のもう一つのルートみたいなっていうのはなんかあるのかなって感じましたね。一度に5度ぐらい美味しいみたいな、アーティストさんの物語も絵のグラフィックとかも含めていろんなことが一気に楽しめるっていう、でなんか知らないけどものすごいものを見たなっていう気持ちで帰れるっていう作品っていうのは楽しみでもあるんですかね。私はストーリーがすごく面白いなと思いました。この作品の声を務めるにあたって、最初監督と面談みたいな感じでストーリーを見て、一応セリフを読んでみたいにしたんですけど、この時に読んだストーリーがなんかずっとなんか心に残っていて、なんかこの世界はデータだったっていう一言から始まる、その大人の直美くんと子供の直美くん2人ともが協力してこうルリを守るみたいな、そういうストーリーがなんかどうなるのかってすごく楽しみで、とにかく映像で見たいなと思いました。最後までなんかどうなるかっていうのを劇場で見てほしいなって、なんかそのみんなが驚く顔が見たいようなストーリーだなと思いました。きっかけはまあうちのいとこがそういうエヴァンゲリオン、うん、ガンダム、アドレイバー、うん、まあ、アキラもそうですし、好きで見てたのがきっかけですかね。でまず僕はガンダムに興味を持ち、うん、その中でギャンとの機体がないと思うんです、はいはいはい、また始まった、はい、ミサイルシールド、ね、ミサイルシールドのね、はい、ありますね。かっこいいんですよね、やっぱ男のロマンみたいな。ロマンですよ。 SF ってなんかそれを叶えてくれる、うん、ものだなぁと思ったり、うん、まあ、アルタラってものがこの映画における SF の、そう、ね、重要なワードですよね、はい、記憶装置アルタラって、うん、俺もうゾクゾクしますね聞いてるんだけどちょっと小難しさみたいな、そこに詳しい、うん、自分かっこいいみたいな意外とそういうタイプ、はい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 、はい、なんか知ってるぜっていう、知ってるぜっていう、うん、知ってるぜっていう、あーはーいはいって、ね、らしいですよ。好きですね。まあ、僕はアニマックスとか、カートゥーンネットワークとか、ランマ2分の1とか、うるせえやつらだったりとか、うん、すごいです、いいよね、ドリームですこのシーンにかかるこの曲みたいな、はい、っていうものとかですごくこう興奮を覚えた記憶が結構あったりしますね。漫画とかアニメ好きなんですけど、驚く踊りお二人と被んないんですよ、見てるジャンルが。おそう、エヴァもガンダムも見てないし、うんうん、普通の子が戦隊とか、うん、プリキュアにハマるときにハマらなくて、うん、ちょっと大きくなってからハマったんですよ。あ、だからそっち系が大きいです。見てました。そうなんです、私、うん、めっちゃ真剣じゃん見てました。あ、そうだったんですか。真剣じゃん、多分世代、世代か、世代です。弟もいるんで、それでちょうどなのか。ちょっと10年前でしょ、あれ、うん、そうだよね。ちょっと、ちょっと小学校後半とか、中学生ぐらいの時。ああ、そっか、ちょっと遅れて入ったみたいな。そうなんです。だからそっちのワクワク感は知ってますけど、戦闘系の SF 系のそのワクワク感は好きだったので、うん、今回だから嬉しかったです。あ、くみくんは
あのドラマで共演したの初めてだった。ゆとりですが、ゆとりですが、普通に悪口を言われて帰るそうです。その時はだからあんまりこう話す機会もなかったですね。そうですね。こんなに話が合いそうな人だとは思わなかったなというか、うん、趣味だとか、うん、一致するんですよ。好きなものが好きだとか、好きなものだとか。浜辺さんは僕あのエイプリルフールズでやって、で直接的に共演はなかったんですよ、その時に、うん、だからその時っていくつでしたっけ。あの11とか中2とかですね。11中か。一瞬あれ同じ人かっていうぐらいものすごく大人っぽくなられていて、あの驚きました、本当に、うん、多いと言われ、最近なんか重なってるだけで、つまり気未遂があって数年空いて、うん、これで、うんうん、なんかそう多いってイメージは持たれがちです。うん、なんかまたかって、またかそんなことないです。あ、そうなんだ。意外と久々みたいな感じなんです。前二人でやった映画を隠し図書院ですし、そうかですし、なんか何かと特にここは本ってもの、うん、本に共通が、実際にやってましたけど学生時代、うん、図書院やってたんですけど、やっぱすごい暖かくて落ち着くんですよね、図書室っていうのは。だからその直美の気持ちもそこは分かるっていうか、うん、決して本に逃げてるわけじゃなくて、純粋になんかその本ってものと向き合ってる時間が心地よかったり、どこを撮ってもなんか温かさと柔らかさのある瞬間だなと、なんかそこを思いました。僕が演じる直美と、うん、森さん演じた直美っていう空白の10年間を想像させることができる、こうなんだろう、テンション感の違い、なぜこっちは僕でこっちは俺なのかとか、まあいろいろあると思うんですけど、うんうん、新鮮でしたね、その、うん、この自由度は。いろんなことをこう経験した上で10年前の自分に会いに行くっていうことだったんで、だからある程度本当に匠君が言ってくれたように自由度はあるなっていうのはありましたね。10年間のなんかルジを思う切なさみたいなものとかをすごく大人直美から感じましたし、そこではすごく切なくなったし、なんか子供直美くんが純粋に守ってくれようとするまっすぐさにはすごくなんか嬉しくて、じんわりきましたね。岡本さんと僕らであのライブもしたことあるし、本当にこう音楽界の先輩ですね、僕らからする、うん、がこう先頭を切って今回あの、まあ、音楽クルーを一つ作って、多分今一番人気なのはオフィシャルヒゲダンディズムだと思いますし、うんうん、それより上の世代の中で多分かなり中心人物なのがナルバリッチだと思いますし、うん、でそこにまつわるトラックメーカーたちが一堂に会して今回映画音楽ってものを作るっていう、なんか本当両方やってる僕からすると、うん、とても実験的で、そしてなんかやっと重なったか映画と音楽って感じが僕自身するというか、うん、劇中の音楽っていうのを、うん、なんかそのバンドマンだったりとか、なんかそういう人たちがやるって、まあ最近だとラッドとかもすごく出てきてますけど、うん、新鮮だし新しいしっていう、SF 青春ラブストーリーですごくこう、あの男の子の純粋な恋心を描いてる作品で、音楽めちゃくちゃ尖ってんなっていう感じですかね、うん、今後この映画公開されていくにあたって、あの音楽2にもちゃんと見てもらえる、うん、SF2 にもちゃんと見てもらえる、うん、いや早くサントラみたいなやつ欲しいですね、うん、そうですね、これはめちゃくちゃ売れると思いますよ。いや今回このハローワールドでこんなに聴けちゃっていいのっていう43曲、まあ劇中だとあります。爆受けすると思います。爆受けいただきましたよ。いただきました、はい、はい、もう女子高生大好物だと思いますし、夏休み絶対行ってほしいです。あ、終わってるか、終わってますけど、そうですね、9月ですよねはい、夏休み明けに行ってほしいですね。でもちょうどいいかもしれないですね、夏終わりかけの夏ってすごい、ね、なんかちょっとこう儚かったり、秋が始まって切なくなるみたいな季節にはもしかしたらぴったりかもしれないですね、うん、ハローワールド9月20日公開、見てねー。